いっぱいその辺にいるからちょっとね、今日は久しぶりやし、もうしばらく会わへんから、生徒さんいっぱい来てるんでね、ちょっと読んでちょっと喋ってね、いる私もインタビューやってる、みんな聞いてた、おいでよおいでよ、さいっぱい面白い話も出てくるかもしれない、雪組の人とかさ、入ってきた人とかさ、出て行ってるから、パスパス、あんたも生徒やんか、そこの生徒も、はい、新人新人、あ、新人新人、雪組の新人、やっぱり売り出さないか、はい、どうも生徒やろ、みんな知ってんねんもんな、ユニ組で、あんたのあんやの役の声なの、全然行った声やろ、ほんでな、ごけって言うとこで、あんたがね、掃除しといたらええねん、いいって言うねんから、なんかこのね、憎たらしいのが同じ日に誕生日やねん、ほんで誕生日が同じ日ですねとか言ってね、同じ日やねん、ほんで木月さんとこれやけん3人同期生、あれ3人だけ同期生やったっけ、おかしいね、宝塚やっぱ上級生順に並んでみてみ、ね、上級生順、ねね、上級生こうなってるわけ、私が一等賞ね、本当は一番かけてみて、一等賞二等賞やんか、二等賞の三等賞の4が2人ね、でこの2人は同期生、5番目、6番目、7番目、8番目、この2人とこの山城さんは1年違いね、これだいぶ違う、なんだよって、でも偉い、なんかこう偉い気取ってきたやん、ダメ入りやん、信じやんか、ヒズルさん、私もダメ、花組にいたんですか、ずっと花組でしたの、いや、星から花ゆきと、星花ゆきと、よう変わったね、どうですか、雪組は、私いなくて寂しいやろねとか言う、もうほら、やめはるときにね、楽屋に寄せていただくのに、ちょっと、なんか、働くから、大体、結果の人と一人とは入られへんから、みんなまとめ思うたら入るの諦めてくださいよ、こういったもうおかしな人たちがね、本当に。ラベちゃん東京の人なんやね、そういえば愛読者大会が2030あるんですよね、ご覧になる方もいらっしゃると思う、あちゃん何もごもごしてんのか、宣伝せなか見てはるんでしょ、何そんな偉い控えて恥ずかしい、すごい人心あるみたい、今そういう人スタイルあるから大丈夫、なんか体がね、よく悪い時も休園したりする、すごくやっぱ体って大事でしょ、宝塚にいる時って、もう元気ですの、はい、行きなさい、なんか偉い、そんな意外でええねんからもう怖いの私、いえ、なんだろう、はい、もう一緒に出たことないんでね、分からへんけど、一回だけね、愛読者でそういえば私ビーズの男の家の時に翻訳したよ、おだってドルッ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 どうですか、雪組頑張ってますか、頑張ってます、今度3月ぜひ伺うからね、お待ちしてます、なんかもう入れてきてます書かれへん、鉛筆やねん、大体よう書かへんねんから、これ何もこれ飾りやからね、バンバン、お稽古やってきたんです、お稽古って何、今日は通し稽古で星組の12月公演、星組今度、皆さんね、分かってますね、晩は見んでいいんだよ
で一緒にね、あの地方行ったりして。ごめんね、わしあんだけあまりこの地方公演とか行ったことないね。だって雪組出たことないから。でも純子さんいなくなってから私出るかもわからないね。なんか下慕ってきてるわね。いいのよ。一度純子さんがいらっしゃるときに女役でと見たかったら。自分で言うて大笑いしてるの。ぜひやりたかったね、本当に。大笑いとなったら。こんな楽しいんですよ、もう何喋ってんの。すみちゃんは、すみちゃん、すみれちゃんは、いやあれ弟 やったもんね、ジョニーの時にはトミーで、あの、いやほら、あの坂で喧嘩したやん、転がって、いていて言うてね、もう、ほこりかぶってね、あの、すごいほこり、待ったか、あれ絨毯絨毯のほこりがぶわーあるわけ、それで転がって、もうこの辺、苦しいのやん、絨毯のね。絨毯って絨毯そんな発音や、私を一緒に来たんかみんな。そう、絨毯ね。江戸っ子は絨毯っていうか、大阪の子絨毯っていうか、大阪弁でも絨毯ね。要はね、私ほら大阪の子でしょ、それでね、脚本もらうでしょ、でもアクセントがおかしなんのよ。それで島とか木月さんとか、この江戸っ子のね人にアクセントこうか、ここ間違ってましたよとか言ってね、印してもうて、お、なんとかとか、いつもね直してもらって、あの舞台を開けるというあの仕組みになってたのよ、今まで。それで助かったの。まあ、アクセント微妙に難しいのね、あの大阪弁と、あの標準語っていうもんね、その時にね、東京でね、もう分からなくなってきた、最近は。あ、最近もごちゃごちゃになってる。向こうの生活が長いよ。そう、長いから。そう、あの、アドクセではね、偉い。カルメン。そう。どんなカルメンやねん。バーッと出すんですよ。どうしよう、はい、4つぐらい入れるとか頑張ってくださいね。愛の記者ネフリュードカチューシャ物語、カチューシャ物語のネフリュードやって、いろんなあの世界の名作の主人公やるのね。エスカミリオ、エスカミリオ、オールイとりあえずオールイ。懐かしいね。そういえばね、あのノベちゃんいたらいつも私女役するときに私が惚れる役なのよ。だからね、あのスカーレットのときはアシュレイってね、これね、最初アシュレイとか言ってね、ちょっとあったまりな感じで握手したけど、最後だとアシュレイってこうなったけども、他にはベルバラではフェルゼンでね、フェルゼンとか言ってだからこう2枚目の役ばっかりやん、もうどっちかってそうやろ、もったいなくグッとばっかりいても振られたいな。そうか、そういうことがある。本当にいっぱいいろんな弟の役とかやったね、あの大歌手で、はい、東京来なかったけどね、うん、そうですね、とても楽しくやらせていただきました。ですか。千代さんはさ、ジョニーである新人公演でジョニーして、あ、新人公演の時にあのキケとジョニーとトミーをあの村の公演の時にやらせてもらって、1年違いにね。そっか、千代と山城か。そうやね。でもキケはね、ようあの新人公演にあってね、また沖田総司も大雨とジョニーも向こうでしたんだ。で、あ、そっか、あ、海外行ってね、逆立ちした。失敗した。あの、純子さんは昨日もここでご飯食べこの人さやからも知ってる、私ができへんいうこと昨日喋ったもんやから、わざと聞くのよ、大体悪いね。え、逆立ちお上手なんですね。もういいから、もう教えへんよとか言うてよ。そうですか、はい、あなたは市原です。はい、市原です。意気込み、はい、なんで
で知ってるか言ったらね、私ベルバラの時に私やっぱり上級生やったからね、あれ最後のね戦闘の場面があったわけ。ダダ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 でね、みんな市民たちが一般市民が戦いの踊りをするわけ。その時一列ずつとかやるわけ。厳しいのよ宝塚の生活、生活はね、虹をって知ってるとみんな厳しいところを生き抜いてきたのね、みんな危ないそれでもこんなんもめちゃくちゃになってしまって、みんなもみんな入らんでよかったと思ってしまったそれで1列目2列目でやってる時に、あんた甲子園で見ててちょっとこうやったから注意したの私が上級生として、それが気に入ったらしくてね注意させていただいてありがとうございました。それからもう一生懸命A 上級生や言うてねついてきてくれてなんやあおみたいな話、それから君は何するの？プロッターとプロコやります。影武者やねん、影の仕事か。ドン・ホセをね、ピンちゃんがやられるんですけども、それの黒子で出てくるんです。なんか突き渡って影みたいな。そうか、もう大体想像つくね。はい、何とか言えない。今日はカルメンの方で、レポーターと梨本さん元なしさん。本当に。で、カチューシャが星野哲郎。あの次銀河鉄道みたい。カチューシャと銀河鉄道とめちゃくちゃなってんの。本当に。これみんな覚えたもう。なんとなく。で、宇津先生がもう覚えたか覚えたか、井上覚えたか。一日しか稽古なかったから。今日干したらもう徹夜やね。はい、やります。明日舞台稽古か。そうか、頑張ってきてね。なんやのそこの3人の時何も抱いてんねん、あんた言いたいことあったら言いや。早く、はい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 、いいやねん、もうこれバン、はい、バン、はい、美女やしますこれ、ね、もう正反対、正反対の役やんね、それ。いいえこの美女や、美女たちの、6人の美女たちで中華もん。他にどんな人ですか？ゆうたん、すみなさん、よかれゆうたん、ほかれ新庄もあります、ね、亀さん、ね、とちくん、とちくん、見たろこさん、かざみさん、かざみさん、それと、そう、こんせいさんです、こんせいさん、そう知ってる人に、ほら、葉山美智子さんや雪組にいてはったんやん。それと、夏目、大浦みずき、みずきさん、美女たちね、不安な美女こっちから野獣たちって感じ。島は私、囚人です。囚人、そうです、雪組は全員囚人。みずきさん、囚人の女さんの名前なんです。ナターリア、ナターシャと違う、ナターリア。あ、なんだこりゃ。あんたも帰りそこの工事していきよう。電気工事かなんかな。美人は後で、美人。役目あったな、求められた。キャビア。ね、あ、バッシャーごめん。バッシャーやっぱり私、偉いから私、一番後にしよう思って。何？揃った大勢。一応でもチャイコフスキーって名前だけ。名前だけよ。名前だけ。怖いな。チャイコフスキーやって。そういえばバッシャン。バッシャンっていうのなんでやろ。小林さんっていうね、本名やねんね。それで誰がバッシャンや。落ちたやん。知らないうちに。まあ、ですよか。お父様がね、音楽の先生なの、音大の先生なの。だから小さい時からピアノを弾き、歌を歌いて、その今になり、経てからリサイタルもあちこちで演じて、大変なんですよね、活躍してるのね。でも今日ね、純子さんにまた勉強させてくれた。簡単に私は違えた、漫談の勉強の方に行ってた。すごい、これだけ人を引きつけるみたいな。どこかな、この辺君に
引きつけ起こしたん違う。ほんまに。で、ジュンちゃんとか言ったあなたらか。無意識のうちにジュンちゃんってあそこで呼んだんだ。私たち全員もうワクッとしてきちゃったの。わー、ワクッと、嬉しい。もう、そうですか。あと、残り半分ぐらいありますからね。見て帰れる？ほんまに？そう、すみません。後ろも大正解。いいでしょ、これだけ美女が揃ったらごめんね、後ろ姿で。本当に、後ろ姿も前の金亀とか着てるからね。こんなペタンコの体、あ、自分。カチューシャもバーッとあのボリュームつけてな、あのいっぱい肉ぶと入れて本当に明日舞台よく早いんでしょう。今日は本当にあのね、忙しいのと嬉しかったです。で、あともうちょっとしっかり歌うからね、頑張って。全然変わってんでしょ私分かった。全然、全然変わらんとアホやわ。それがバンの顔によう現れてる。またバン、バンにおいで。じゃあ、ありがとう。あの、せ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 、